東京オリンピックまでいよいよ9日、パラリンピックまで41日。今日もオリンピックのグルーヴを求めて、俺はどこから来てどこへ行くのか、それは俺にもわからない。今日は曇り空明からも暑い一日、セミも鳴き出しました。梅雨は明けていないが、夏が本格的に訪れようとしている。今日のニュースです。五輪選手村がオープン、セレモニーもなくひっそり開村。大会期間中およそ1万8000人の選手と役員が宿泊します。原則的に競技開始の5日前から入ることになります。選手や関係者が宿泊する建物のベランダには国旗が掲げられています。ということは、先日ブラジルの旗がありましたから、すでにブラジルの選手はいたということですね。次のニュースです。64年東京五輪の国旗掲揚ホール、京都で2度目の五輪見守る。前回の東京五輪会場で使われた国旗掲揚ホールが京都にある。大会後、国立競技場以外のホールは一部を残して希望する団体に寄贈することにしたところ、引き取り希望が殺到。多数のポールが全国各地に配られ、今も残っているものもあるという。京都のものもこのうちの一本だったんですね。こんな素晴らしい遺産が今回のオリンピックでもできるんですかね。それはあなた次第です。それではまた。一緒にカウントダウンしませんか。よろしければチャンネル登録を何卒お願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。